今日エランのガチャ引いて初めて星5キャラ貫突しました。エラン貫突マジで強いです。マジで楽しい、わらわら。ほんまに楽しそうやな。コメントがスパチャのコメント IQ が下がってるわ。そんぐらい気持ちいいんやろな。いやいいね、気持ちよさそうなのが文脈で伝わる。メロさんは貫突で強いキャラ1位にイランって言ってましたけど、信じてよかったです。ありがとうございます。まあ私嘘つかないんでね。ありとあらゆる原神配信者に多分質問してみたら、貫突で一番強いキャラクターはみんなイエランっていう、不動の1位はイエランだと思うわ。貫突ぶっ壊れキャラ、まあ、無突でもいかれてるし、生存全部強いし。2位3位からはちょっと票は割れるやろな。私は2位八重美子だと思うけどね。お手軽でめっちゃ強くて、何もしなくても1秒おきに3万5000ダメージが場に発生するから超楽やけどな。どうなんでしょうね。貫突が強いキャラっていっぱいおるしな。放浪者とかも強いしね、普通に。でもやっぱりさすがにギャランがやっぱぶっ飛んでるな。岩場で使う荒竹もね、貫突最強に入ってもおかしくないし、ちゃんと敵が2体出てくれるなら翔の貫突だって、ファルザン来てめっちゃ強いし、なんか最適な編成組めるんだったら、どんなキャラクターも基本強いな。まあ何も考えなくていいレベルで強いのはやっぱイエランとヤエミコかなとは私は思います。荒滝気持ちいい。荒滝気持ちいいよね。荒滝なぁ、貫突したい欲はあるけどな。でも二突で十分気持ちいいよな今。荒滝マジで伝説任務で大好きになった。荒滝の伝説任務は伝説任務ティア表 S じゃない。キャラクターの性能のティア表とかも悪くないけど、個人的にはなんかストーリー面白かった度合いでキャラクターの伝説任務ティア表を作りたい。みんな言ってたくない、アルハイゼンの伝説任務くっそおもろい、ティア表 S ティア入れていいよっつって。で、私、アルハイゼンの伝説任務配信でやったじゃん。バカおもろかった。アルハイゼンの伝説任務は、マジで、全キャラクターの伝説任務の中でも、ほんまに最上位やな。トップ3入るんじゃないかな。1位は分からんけどな。で、荒滝もそれレベルでいい。で、タルタリアはどうやろ。最初、テウセルうざいんよね。タルタリアの弟のテウセルが、最初はうざいねん。なんでこんなやつで突きまとわなくちゃいけないんだ、ティミーかよってなって。うざいんやけど、でも、博士の実験場、行ってからね、マジで楽しくなってくるな。いや、もっと前かな。なんかタルタリアが執行官として部下に接するあたりからだんだんおもろくなってくる。後から聞いてくるタイプやね。ティナリ、そう、ティ、なんか前半のこと考えたらタルタルはね、伝説にも最後はマジで S なんやけど、前半も込みで A かな。ティナリ S、荒滝、アルハイゼン、ティナリがティア表 S かな、今んとこ。ニーロとナヒダまだやってないんでね、なんとも言えないんですけど。ヨイミヤの伝説任務泣けた？マジで。ヨイミヤの伝説任務、ヨイミヤの伝説任務は締めが花火だったのは覚えてる。あと、ヨイミヤの伝説にもおじさんがいっぱい出てきた。おじさん A、おじさん B、おじさん C、おじさん D ぐらい出てきて、ヨイミヤちゃん、あ、元気してたみたいな感じでおじさんがいっぱい出てきて、ヨイミヤがめっちゃそれに明るく接する。記憶しかねえ。いや、マジ、ヨイミヤちゃんつってたおじさんいなかった。あれ、ちょっとな、なんかなって思って。うーんだわ。S はねえわ。B ぐらいかな。まあ、B でも高いけどね。あやかはね、最後良かったっすね。なひなひの伝説ミムもマジでいいってみんなから聞くんで、ちょっとそこは楽しみにしてます。ヨイミヤと隣の席になりたい。わかる。いや、ヨイミヤ、キャラデザかなり良くない？美人さんじゃない？ヨイミヤさんは、いや、マジで美人さんやな、つってなんか、稲妻の人たちからめっちゃ言われて、評判の女の子になってそう。セノはマジ泣ける。セノの伝説任務は魔人任務と繋がってるので、そこが良いね。私、魔人任務から先にやっちゃってたけど。どう？なんか今、原神さ、おすすめの順番の伝説任務、世界任務教えてほしくない？アルハイゼンの伝説任務ってあれだよな。魔人任務やってからじゃないとやれないよな。ストーリーに辻褄合わんから。でもセノの伝説任務は、セノって 3.1 のキャラだから、3.2 でさ、スメール編完結したじゃないですか。だからセノは 3.1 で伝説任務先にやれて、伝説任務やった人からしたらね、セノのセリフがね、魔人任務と繋がっててね。あれがいいんよね。だけど、まあ、みんなそんなん知らないで任務選ぶやろうから、まあそこは意識しててほしいな。なんかおすすめの順番教えてほしいよね。ティナリよかった。そうそう、ティナリも伝説任務やった状態で魔人任務やると、魔人任務に登場するキャラがね、一人増えるのかな。なんかメタグロスが増えるんですよ。はぐらかしてすまんが。まだ取ってある。ティナリの伝説任務、マジでいいぞ。あれ泣いた。原神の任務の中で、伝説任務の中で一番泣いたのは、ティナリかな。一番かもな。原神感動できるストーリーはいっぱいあるけど、泣いたんはティナリかもな。放浪者のストーリーマジで良かったし、でもあれはなんか最後決め台詞でちょっと笑っちゃったところもあるから。ティナリが一番泣ける、原神のストーリーの中で。ティナリは やろう。マジでいいぞ。ティナリはやらんのはもったいないわ。カズハって熟知マシマシか水力4セットどっちが優先ですか？カズハは熟知マシマシにしたらサポート能力でチーム全員にダメバフが配れます。熟知1000あれば 40% 配れる。だけどそれでもなお水力4セットの拡散起こすだけで火力 1.3 倍の方がでかいんで、水力4セット最優先です。だからなんかもう星4が混じってもいいよ。毎回言ってるけど、ここが
なんか水力の星4になってたりしてでもいいから、とりあえず水力4セット発動させてください。でなるべく熟知、時計熟知、杯熟知、冠熟知。私あれだぜ、多分半年前スメール入るほんのちょっと前までカズハの冠星4でしたよ。まあ、水力も厳選したくねえなーっていう気持ちがあってね。いやでも強いからね、カズハは。まあ、カズハの強いところは風元素キャラで水力4持てることと、ダメバフ配れることと、まあ、あと吸い込みだね。この3本の柱がエグすぎてね、最強のサポーターですわ、正直。最強ですね。螺旋、しんどい時ってあるじゃん。モンスターがバラバラになってしんどいよっていう時。全部カズハで解決する。ほんまに冗談抜きでぬるゲーになるわ。一回なんかカンウの配信、カンウメイン配信やらんかったっけ？カンウメイン配信やってて、あの時どんなパーティーだった？カズハ入れてなかったよね、最初。関羽神格ベネットナヒーダで螺旋やってたかな。で、妖怪パーティーで螺旋やってたんですよ。だけどね、きつかったん。なんでかっていうと、シャドウハスクっていうモンスターが体力マシマシで、しかもなんかモンスターの誘導がヘナチョコだとね、1体ずつ倒さなくちゃいけなくて、あいつら普通に体力1体、体力100万ぐらいあるから、8体出てくるからさ、体力800万ぐらいやってね、削りきれなくてさ、3分で。無理やってん。なんか、螺旋前半クリアするのだけでも3分ぐらいかかって星さん無理でーす、みたいな感じやってんけど、あ、なんかね、ごめん、神格っつってカズハに変えて、そしたら、カズハで吸い込んで4人全員にまとめて10万ダメージ、バーンって入って、カズハで劇的に変わりました。30秒くらいで終わってんちゃうかな。そんぐらい吸い込みもやばい、ダメバフもやばい、水力4セットがやばい。誘導が変なチョコだとね、3分ぐらいかかるのもね、30秒で終わるんですよ。カズハで吸い込めば。まあ、ウェンティとかでもいいんだけど、吸い込みは偉大です。どうもです。皆さん、こんにちはです。ネメロと申します。で、まあ、妖怪関羽っていうものが話題になって、今日はちゃんと妖怪関羽を使っていきます。まあ、関羽と、まあ、氷ダメージめっちゃ上げられる、氷ダメージ伸ばしてくれる神格と、妖怪関羽使うんだったら炎元素がいるので、まあ、ベネットで炎元素を供給。でもって、妖怪燃焼反応を維持するための、まあ、この刻印使って滅情3号で草元素を供給して燃焼を維持するためのナヒナヒで、この4人の編成でやっていきます。今期の螺旋でついに12層をクリアした。まだ星4だけど頑張る。すごいな。あれ？今期って螺旋どうなの？難しくなってないか？ちょ、螺旋行こう。さあ、どっちがいいですかね？オッケー、じゃあ上関羽だな。関羽神格、ベネナヒーダ。さあ、12層行きましょう。これデコイが大事ね。デコイ置いて、こっちに誘導して、爆発切って、爆発切って、刻印つけて、爆発切って、ベネと爆発切って、で、カウン爆発切って、これ勝ちです。あデコイ、デコイ攻撃して、なんのためのデコイ、誰のためのデコイぞ。デコイ置いて、で、カウンの爆発ループしますよ。カウンの爆発はループ、ループ、ループする。ベネットで炎元素つけて滅情3号神格爆発。ああいいよいいよ。溜めてる途中にひるむとつらいな。はい、だいぶ敵の数減ってきた。知らん間に炎元素つけますか。妖怪状態にして、で関羽爆発切って、ベネットで攻撃力上げて、これ燃焼で死にます。燃焼で死にます。あー、炎元素消えちゃった。爆発のせいだ。いや、つららで妖怪反応起こしちゃって炎元素剥がしきっちゃってんな。まあまあまあ、いいか。普通に殴ってるだけになってる。まあまあ。で、ダメバフ上げて。今待って、誰だったっけ、敵。あいつらだ。私がいっちゃん苦手な奴らだ。うん。こいつらマジ強い。こいつらがマジシャレにならんほど強い。けど、まあ、今回のパーティーはちゃんとチーム組めてるから、トラウマだわ。ランダム螺旋のトラウマだ、こいつら。マジで強い組み合わせが組めないと体力多すぎて、時間切れで死ぬ。マジでこいつら体力が多い上に。カズハとかスクロースが刺さればな、まだいけんねんけど。妖怪反応ちゃんと起こせても、まあまあ時間かかってんのやばいよね。ちゃんと滅情産後供給し直して、炎元素つけて、もっと私が誘導を勉強したらできるんやけど。オッケー、倒した？こっち投げて、あ、ベネット機能早い。滅情産後をつけます。ベネットで攻撃力上げます。神格でバフします。カウンでスキル使います。爆発切ります。いいよ。いや絶対ウェンティカズハスクロースが答え。あ、
まだ終わっていない。マジかよ。悪いっすね。あれスキル一発こうして、もう落ち着いてれば大丈夫だろう。こうしてこうしてキャラチェン爆発で銃撃ちょっとつつかれただけで止まると。あ、てかな、ヒダの可能性効果使おう。ケンケンパケンケンパ、連機化し、部内者禁止。ナヒダの貫突効果を封印してたわ。オッケイ。オッケイ。初手関羽爆発から入ろう。でスキル置いてデコイにして神格入れてナヒダで写真撮ってベネットで爆発。全力こ。全身直走。二の間だけ殺意高すぎなんだよな。うん、てかね、こいつらの体力。少なくしていいと思う。いや、二の間の前半がめちゃくちゃ体力多くてしんどいのに、それプラスアルファがちょっときついな。これこそが知恵の伝道。よいしょ。なんか相手が散らばっちゃった。こうやって4人散らばるとめんどくさいんだよな、こいつら。8万。いいよ。みんながそばにいる。いいよ。部外者禁止。岩王帝君のために。ベネットだけじゃ炎元素足りてなくない。うん、だから一番いいのはカズハだね。実は神格よりもカズハの方が打線には向いてるのよ。カズハの炎拡散で炎元素再度供給できるし、敵を吸い込む過程で相手を行動不能にして関羽で安全に銃撃撃てるし、探索が簡単だから、まあ実はあのあっち何神格関羽にしてるわ。探索だと腐るからね。いや、ちょ、わざわざやるのめんどくさいからね。カットインで避けるか。いや、わざわざそのしなくていいか。はい、爆発切って。あ、危ない、これ。スノー死んでる？生きてる。あ、やばい、やばい、やばい。あ、怖い。マジ怖い。いやいや、この足やばい。これカットイン、カットイン。狙われたらやばい。おかしい！おかしい！こだらせで、これ死んだらまた一からやり直しでしょ。じゃあシールド剥がすのに、シールド剥がしろ。そうすればまだマシになる。オッケー。あ、一息つけるわ。ちょっと待って。油断ならやり直したくない、あのめんどくさい上を。あ、また足つかまれて、やめて。足つかぶんのだけマジで勘弁してほしい。オッケー。ああ、きつい。チキ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 原神。いや、やめてや、来んなよ、飛びかかんなよ。オッケー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 。久喜忍が貫突してなかったら、私今久喜忍死んでました。貫突効果で1耐えてました今。命救われてる。え、間に合ってない？え？これは7分でクリアできてない？マジ？嘘でしょ？いや、ほんまに？全然時間見てなかったわ。あ、じゃあやっぱり上だ。前半で何分ぐらい使ってた？カズハ絶対いた方がいい。この編成でパワー不足はやばくない？一体ずつ倒してる場合じゃないんだ。おさわり禁止。やばいな。この編成でパワー不足になるとは思わなかった。みんなは俺が競争よ。ちょっとやばいな。部外者禁止。はいはい。オッケー。ちょっと容赦なく使っていこう。あなたにも。凍結使えよ。いや、全然凍結もありだよ。いや、凍結ってか吸い込みだね。どっちかっていうと。吸い込んで一箇所に固めるような状況を作ることがマジでここだと大事。いや、これ多分、これで1分かかってるもんな。マジで嫌だ。さっきキャラ1人死ぬ。シャー。今の銃撃当ててたら終わってただろ。オッケー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 。で、今ので1分3秒かかってて、で、ここで敵がうまく誘導できないとまたここで1分コースか。やばいな。で、ベネットのスキル外したし今。
れこそが知恵の伝道。結局凍結が思考なのよ。そう関係まあ、凍結プラス吸い込みだね。オッケー、10万。オッケー、10万。いいよ。手をつなぎましょう。あっちにいる敵もまとめて潰さないと長引きそう。燃えろ。燃焼させて。1分半でいけたか。これならいけるわ。こんなしんどい思いしてきてもここで、ね、なんかなおさらカズハと勝利大事になってない。気のせい。これカットインの。なんでなんで今何に当たった。地雷か、地雷に当たったか。これ無敵で避ける。いいよ。数入れるか。不本意だが、おとなしく勝利数入れよう。いやまあ凍結業界するんだったら数入れるだけで十分だ。これでよし。数必須。数かウェンティか凍結か、まあ、全部一緒にやってもいいけど、前半がカンウで吸い込みカズハでベネットナヒナヒ。劇的に楽になるわ。ちょっと見ててくれ。さあ行きましょう。ニノマ、さあじゃあ瞬殺しましょう。ナヒーラでつけてベネットで爆発切って、カズハで吸い込んで、カズハで爆発切って、こうして、これめっちゃ美味しいシチュエーションで銃撃撃てる。9万、10万、18秒。ナヒーラでつけてアジュクシ上げて、で爆発切ってカズハで吸い込んで、爆発切ってカンウでこうして、めっちゃ美味しいシチュエーションで銃撃撃てる。えこれ完璧やん、最適解やん。マジか、ついていきます。マジかマジかマジか。2分半ぐらいかかってたのが30秒か。あーどうよみんな、カズハ強くないっすか。あー人権言われるわな。